はい、道山です。子供が ADHD か知りたい、 ADHD の子への上手な接し方を知りたい、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は ADHD 診断テストっていうお話をねしたいと思います。この後紹介する10個の質問、こちらに答えていただくと、まあ、お子さんが ADHD 傾向がある子なのかどうか、これがねすぐに分かるようにしてあります。と同時に ADHD だった場合ですね、どのように接していけばお子さんの学校生活が充実して、そして勉強や、まあ、受験を頑張っていくことができるのか、今日はここまでにお話ししていきたいと思います。まあ、実は僕自身ね、もう完全な ADHD でですね、まあ、症状の差はもちろんあるんですが、一応 ADHD ながらも、社会でこうやって活動することができております。まあ、教師時代もね、一応教師っていう仕事はきちんとこなせていたので、もちろんね程度はありますが、多少 ADHD であってもきちんとね社会に出ていくことってできるんですね。なのでその時にお父さんお母さんたちがどのようにサポートしていけばいいかっていう部分までしっかりお話ししていくので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではまず最初に ADHD 10問テストから始めていきたいと思います。今から10個で質問を出すんですが、まあ、6つ以上当てはまったらちょっと ADHD の可能性があるかなというふうに思ってください。9つ以上当てはまったら、まあ、おそらく ADHD で D だと思うので、まあね、この後紹介する方法でしっかり対応していただければと思います。じゃあ1つ目、集中力に欠けるということです。例えばですね、まあ、ちょっとしたことに気が取られてしまってなかなか集中できないってことですね。まあ、他の子たちと比べてみて、ちょっとうちの子集中力ひどいなと思ったらこれに当てはまります。2つ目がですね、他の子以上に怪我をしやすいということですね。まあ、僕もそうなんですけど、よくですね、机の角とかに足をぶつけてしまうんですよ。まあ、怪我っていうほどではないんですけどね。まあ、これは ADHD 特有の、まあ、こうね、こう慌ててしまうっていうような、そんな特徴で起こるものになります。3つ目、これはですね、覚えた内容をすぐに忘れてしまうということです。まあ、例えばね、勉強方法を間違えていたり、そもそも勉強時間が足りなかったりしたら忘れてしまうのは当然です。ただしっかりやっているのに、例えばワークをね、正しいやり方でもう10回とか解いているのにすぐに忘れてしまうって場合は ADHD の可能性が疑われます。4つ目がですね、落ち着いて人の話を聞けないになります。まあ、僕もねそうなんですけど、授業中とかにね結構ねずっと話を集中して聞くことができないんですね。つい他事をやってしまう、こんな特徴が他の子と比べて、まあ、ひどいというものですね。5つ目、これがですね、他の子よりも感情の起伏が激しいということです。まあ、ちょっとしたことでイライラしやすくなったりとか、落ち込みやすくなったりとかっていうようなことがあります。次、6個目、普通じゃ考えられない想像ができるということです。まあ、例えばなんかね、花の絵を描いてくださいと言われた時に、普通の子は普通の花を描いているけど、なんかちょっと特殊な花を描いてるとかね、このような特徴が出たりすることがあります。7個目、始めたことが長続きしないということです。つまり興味がね、こうどんどん移り変わりやすいので、どんなことでも長くずっと続けるのがちょっと難しいっていう傾向があったりします。まあ、逆に言うとね、でも1個本当に決まったねものがあったら、それは長続きできたりするんですけど、それが見つかるまでは結構コロコロ変わっちゃうみたいな特徴ですね。8個目、宿題などを今すぐ実行することができない。宿題をやろうというふうに言っていても、ついね他のことにこう気が散ってしまうため、なかなかね取り掛かることができないっていう特徴があります。9つ目、複数のことを同時に進めることができない。まあ、よくあるのがね、先生の話を聞きながらノートを書くみたいなことですよね。これ同時に2個やってますよね。で、あと最後10個目が注意力に欠けるということです。結構忘れ物をしやすかったり、なんか筆箱をなくしてしまったりとか、そんなような特徴があります。まあ、僕もよくね携帯をなくすんでね、この特徴はあります。はい、ということで10個説明したんですが、どうだったでしょうか。ここでねちょっと感じてほしいのは、これほとんどの方がね多分ね5つ以上ぐらいは当てはまると思うんですよ。あとはなんか程度の差だけなんですよね。まあ、5つぐらいの人が、まあ、6個だったらね、まあ、軽い ADHD、 それが9個10個ってなってくると、まあ、ちょっと軽くはない ADHD みたいなね、まあ、その程度の差こそあれ、誰もがね必ず持っている特徴ではあるんですね。なので、まあ、これでねたくさん当てはまったからやばいと思うんじゃなくて、この後紹介する方法でしっかりお子さんをサポートしていただければと思います。はい、次に薬や病院に頼るのはありかという話をしていきます。はい、まあ、お子さんがね、じゃあ症状が結構ね、重い ADHD だった場合、もう今すぐね、病院とか薬に頼るべきですかっていうね、悩みあるかと思います。で、これ実際にね、僕以前、児童精神科医である佐々木正美先生っていうね、もうこの業界でめちゃくちゃ有名なね、先生に直接お会いしてね、お話を聞いた時に、佐々木先生はですね、まあ、子供がそれで楽になるんだったら、全然薬とかを使っていくのはありだと思いますよって先生はおっしゃられていました。で、実際に僕の
まあ、教え子の子たちでも、もう ADHD が結構ひどくてですね、まあ、薬を飲むときちんと授業を受けられる。でも飲み忘れると授業が全く受けられないって子はいました。まあ、こういった子の場合はね、多少でも飲んでおくと授業が集中して受けられるので、これは一つありかなと思います。まあ、ただ強制してしまうのはこれは良くないと思うので、あくまでもやっぱお子さんの意思をね、ちょっと尊重しながら、精神科の先生とね、うまく連携を取ってやっていくといいと思います。まあ、ちなみによく処方されているものは、ストラテラってものとか、コンサータってものとかですよね。まあ、でもこれが絶対いいわけじゃなくて、お子さんに合うもの、合わないもの、いろいろあると思うので、ここは先生としっかり相談をするようにしてください。で、あとですね、漢方とかプロテイン。これ実際僕の、このね、YouTube 見てくださっていたり、メルマガを読んでくださったりしている読者さんからいただいた声なんですけど、まあ、うちの子はね、漢方を飲んだら良くなりましたよとか、あとプロテインを、まあ、精神科の先生から勧められて、飲ましてみたら落ち着きましたって方も結構いらっしゃったんですよね。うん。なので、本当に子供の状態によって何が効くかっていうのは変わってくると思うので、まあ、ここはね、僕専門ではないのでね、そういった専門の先生たちとうまく連携を取りながら進めていただくといいと思います。はい、次に家の接し方で注意することという話をしていきます。はい、じゃあ、ここからはね、まあ、僕の、まあ、得意分野というかね、専門になってくるんですが、そういった落ち着きがない子に対してお父さんお母さんたちはどういったことを意識していけばいいのかっていうところですね。まあ、正直ここだけちゃんとやっていただければ、別に、ね、薬を使わなくても結構ね、安定して生活できる子はいます。じゃあどのようにやっていくかというと、まず一つ目がですね、ストレスを緩和してあげるっていうことですね。やっぱりね、ADHD 傾向が少ない子と比べると、少しね、学校生活とかうまくいかないことがやっぱ増えてくるので、イライラしやすくなるんですよね。で、これを家庭でしっかり解消してあげることができたら、また元気に学校に通っていくことができるわけです。ただ、ここがうまく緩和できないと、どん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 ストレスが溜まっていって、いずれ爆発したりとか、いずれ学校に行けなくなるってことも出てくるので、ここを上手にね、緩和してあげるってことを気をつけてあげてください。二つ目がですね、片付けですね。まあ、ADHD の子は片付けが苦手な子が多いんですが、この時に親が勝手に片付けたりするとね、これ思春期の子はね、やっぱ嫌がるんですよね。なので、この辺はね、上手に子供にね、許可を取ってから片付けるとか、子供が嫌がらないレベルまでの片付けにしておくとかって感じでうまく連携取っていくといいと思います。あと三つ目がですね、まあ、イライラモードですよね。イライラモードの時はしっかりね、様子を見て、落ち着いてから話すってことですよね。うん。こういうのもしっかりお父さんお母さんたちが、まあ、子供のね、様子を見ながら今言っていいのかな、今ちょっと様子を見た方がいいかなっていうタイミングがあると思うので、ここをしっかり見分けて、対応していった方がいいと思います。で、あと最後、四つ目。これ一番大事なことなんですが、やっぱりね、最初にお伝えした通り、ちょっとイライラしやすい子が多いので、イライラワードっていうのをね、しっかりメモしておくといいと思います。このタイミングでこういう声をかけたり、このタイミングでこういう行動を取ったらすごくイライラするよっていう場合は、それをできるだけ避けていくっていうことですね。この辺を意識していくと、ADHD の子でもしっかり学校生活楽しめるかなと思います。はい、次に、先生にお願いすべき3つのことっていうね、お話をしていきます。ADHD の子はね、やっぱり先生とうまく連携していくこともすごく大事です。じゃあ何をね、お願いしておけばいいかっていうと、まず一つ目がですね、忘れ物対策ですね。どうしても忘れ物がね、ちょっと他の子よりも多いっていう傾向が出る子がいるので、本当に重要な書類、例えば受験の願書とか、これ本当に重要な書類は先生から直接連絡をもらって親が取りに行くとかっていう風にした方がいいと思います。二つ目、授業エスケープ対策ですね。まあ落ち着いてずっと授業をね、座っているっていうのが苦手な子が多いです。実際僕もね、小学生の時はね、授業中ずっとフラフラしてたそうなんですよね。まさに ADHD だなと思うんですけど、まあやっぱそういった子がね、結構いるんですよ。なのでこの時にお母さんがね、じゃあどういう状態になったらもうちょっとね、学校に迷惑をかけてしまうから親が迎えに行くかっていうルールをあらかじめ先生と相談しておくといいと思います。まあ、ずっとね、廊下をね、うろうろしてたらやっぱ他の子にも迷惑をかけてしまうので、この辺はしっかり先生と連携しておくようにしてください。3つ目がですね、勉強対策ですね。やっぱ集中力が続かない子が多いので、同じね、他の子たちと同じ作業をね、全部やらせようとするともう限界に達して、授業エスケープになってしまうってことは結構あるんですよね。だからちょっと上手にうまく休ませるとか、ちょっと課題を減らすとか、この辺をうまく先生と連携していくと、まあ学校生活とか勉強もね、しっかり頑張れるようになるかなと思います。はい、ということで今日は ADHD ですね。こちらについて詳しくお話ししました。本当にね、最近ね、完全な ADHD ではないんですが、傾向がある子はね、本当に増えてきているんですよね。だから仮にお子さんがそういったパターンであっても気にする必要はありません。お子さんのですね、まあ特徴とか、まあ、症状とかに上手に合わせて、しっかり向き合っていけば、しっかり勉強も受験もね、できるかなと思います。はい、ということで今日はね、詳しくお話ししたんですが、もうちょっと細かい説明はホームページにもまとめてあります。よかったら下の詳細欄からホームページをチェックしていただけると嬉しく思います。